はい、よ。スキルサイト。どうも。スクさんなんです。オッティです。どうも、ヨントです。よし。はい、ということですね。まあ皆さんね、今星座で始まったんですけど、今日の曲は、目当て高校導入センター試験カルタ。はい、導入曲。まあ一回やりましたね。定食反応カルタという曲をやったんですけれども、もっとなんかいろんなことできるんじゃないかということで、今回はですね、センター試験カルタというものを作りました。で今回はセンター試験のうち、数学、物理、化学、まあ、理系科目の3科目を、まあ、持ってきてるんですけど、まあ、簡単に言うと答えの、例えば、まあ、物理だったら、ルート m 分の v、ルート m 分の 2v、ルート m 分 3v みたいな感じで答えが、選択肢があると思うんですけど、それが札に書いてます。はい、で、じゃあお手つきももちろんあります。まあもちろんもちろん。でも間違った場合は、どうしようかな。その問題は取れないとか。腕立て腕立て伏せ5回ちゃんと腕立て伏せ5回してもらいます。じゃあまずちょっと作っていたこの札を広げてもらいますね。ちょっと罰ゲーム作りましょうか。キムさんやってないしまだ。じゃあ罰ゲームはじゃあさっき伝言さんが言ってたように解説だな。まあ、あ、オッケーオッケー。じゃあまあ要するに解けなかった今回使われた問題の解説動画を全部上げる。まあまあそうですね。はい、でですね、ここからが一番重要な、ここが一番重要なルール。それでは第1回センターカルタ選手権始めます。お願いします。おはようございます。単原子4と貴ガス原子の電子配置が、はい、互いに異なるものを選べ。間違えた。あれだよ。あれだよ。はい、他の人はいいですか、取らなくて。じゃあ行くこと。じゃあ一応じゃあそれぞれ答え、取った答え言ってください。1M ヘリウム、Na プラスとアルモン、CA2 プラスと、空気中に3番目に多い。ずる。僕はアルミニウムとあのネオン管に入ってる。それはそうよ。それはそうよ。はい。ユウさん正解。はい、ユウさん正解。じゃあ軽く解説。まあ Na プラスと同じなのはネオンですね。はい。以上です。あ、大丈夫ですね、補助くん、補助くん。まあ、アルゴなんですけど、僕の研究室で使ってないってことだけ。使ってない。加点はなしですね。普通にナトリウム炎色反応黄色とか言ってる。おー、見てよ。おー、ナトリウムの4回エネルギー、なんもね、覚えてないけど忘れた。じゃあダメ。1312とかやった気がする。ちょっと1310に合ってたら。いや、合ってたらこれもう加点です。さすがに。495でした。ああ、全然違った。全然違ったな、マジで。あ、3個の方が1312でしたか。え？今のはちょっと一点に当たりするやけど。今のちょっと使うの。じゃあ行きますね。はい。壺の中に6個の赤玉と4個の白玉の合計10個の玉が入っている。それはやばい、それはやばい。この壺から玉を1個ずつ10回続けて取り出す。無理だ。ただし、一度取り出した玉は元に戻さないものとする。1回目と2回目に連続して赤玉が取り出される確率はいくらでしょう。1個ずつ10回続けて。こんなもんちゃう。こんなもんちゃう、出た。こんなもんから。こんなもんちゃう。1回目と2回目に連続して赤玉が取り出される。連続して赤玉が取り出される。あいつやばい、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 壁パンがやばい。じゃあちょっと、じゃあゆうさんからして。2です。違います、違います、違います。はい、3分の2。はい、5分の4。3分の1。2分の1。デイガーさん正解。よーし、だって普通にやって。よし、そうっすね。赤玉6個って言ってたよね、最初。はい、赤玉6個のうちの2個が連続で出るって結構むずそうな気がしたから、ちょっと低めにしたっていうのはあります。あ、なるほど。完全に勘で答えだという。大切にやってはい。はい、いきます。はい。4つの炭素原子が
同一直線上にある構造を持つ化合物を選べ。やったわ。やってしまった。やってしまった。やってしまった。いや、だってこんだけ勢い取ったってことは勝ってるわ。まだ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 全然取ったよ。これこれはい、じゃあ言ってください。ブタンです。ニブテンです。ニブチン。ユイさん正解。はいはい。これ三重結合なんやけど、最近 CC40 結合開発された。へぇー。でも C2 ってことですか。うん。へぇー。ちなみに SP 根性ってことだよね。ああ、SP 痕跡度。SP 痕跡度ね。SP?SP だよ。SP。そう、三重結合は SP 痕跡度。パウリの配達率。パウリの配達率はスピンが逆スピン配達率。僕に言っていいですか？SPV のガンマ重合率ですか？そうそうそう。よっしゃーい！断熱変化の時だよ。いやー、これ、違ったね。早く次の問題やろう。じゃあ、いきますね。水平で。滑らかな床の上に置かれた棒の端に軽い糸をつなぎ、これその糸の畳を天井に取り付けた。床と天井との距離は棒と糸のそれぞれの長さより大きいが、棒と糸の長さの輪より小さく、棒と床が斜めになるように天井から吊るした。棒が釣り合いの状態にある時の配置を示す図はどれでしょう。水平で滑らかな床の上に置かれた棒の端に軽い板を付き、その糸の畳を天井に取り付けた。マジか。ここら辺のとこだよ。じゃあ浮きます。これも床かもしれない。床の横になんか類似サーキットあるみたいな。お前取ったんそれ。取りました。はい、じゃあちょっと一人ずつ今見ててください。なるほど。水平で滑らかな床の上やから、糸はもう、あ、そうやな。いきます。黒鉛が気体の炭素に変化する時の熱化学方程式は C 黒鉛イコール C 気プラスプラスプラス Q である。え、すぐ自信ある。それある。正解。もちろん予想外やった。暗算で溶かす問題やったのに。黒鉛大体416覚えてた。何ていうか、ベンゼンの燃焼って400ぐらい。え、もっといくんじゃない。ベンゼンの燃焼時です。ベンゼンの燃焼時です。3290。何かと間違えたか。アセチレンって、なんか3つでベンゼンになるみたいな。なかった。あります、あります。それあれでしょ、寒流みたいな。クライセン筑後プロイセン。すごいっすね、9ドイツ。ジョン・ロック。ジョン・ロックは、ジョン・ロックはなんか政治の人でしょ。ロックはあれでしょ。ジャン・ジャック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 。何のクイズこれ。めっちゃいろんなのを網羅できる。いきます。アミノ酸の一つであるアラニンは酸と塩基の両方の性質を示すが、化合物 A でエステル化すると酸としての性質がなくなる。化合物 B でアセチル化すると塩基としての性質がなくなる。 AB の組み合わせとして適当なものを選ぶ。スンが塩基メタノールと無性石酸ですね。デキムさんが無性石酸とメタノールです。すぐ正解。あざーす。はい、あざーす。まあ、メタノールがね、そうですね。メタノールで、まあ、エステル化と。無水酢酸でアセチル化、まあ、あれ、長いやつですね。CH3CO1 でいい感じでいけると。メタノールってこと、俺、偽酸の2個前っていう。それはすごい。まあ、ホルマールデヒのこと、なんていうんですか。偽酸の1個前。メタノールの1個後。プロピオン酸ではないですか。ほんまに。プロピオン酸は、プロピオン酸は、プロピオン酸はあれや、あれ普通に1プロパノールの酸化したやつでしょ。プロパンの2個後って言ったらあかんねん。プロパノールのパターンがあるから。そうですね。何で後って。2プロパノールはちょっとアセトになっちゃうから。酸化関係ない。じゃあいきますね。はい。問題。三角形 ABC において。あ、そうだよね。AB イコールルート6。はい、フリー。BC イコール4。はい。コサイン ABC イコール9分のルート6とする。あ、切れそう。いいですか、ここまで。よくないです。
で、BC 上の点 D を、はぁ、はぁ、せめて限定に一発おらせるよ、お前。 BD イコール1となるように取り、三角形 ACD の外接円と AB の交点で A とは異なる点を E とする。この時BE×BA イコール A である。もう一回言って、何も入って、 A のとこはもう一回言って。頑張ってこれかな。これ、俺これ合ってそうな、合ってるけど絶対ちゃうよ。お前、マイナスなわけないよ。マイナスなわけないよ。いいですか、はい、計算してないですよ。キムさんが4、キムさんが2、ユントが3分の2、スンがマイナス1712、ユーさんが自分の V 単純だし。これ、これとかこれは一応ありえる。キムさん正解は、すげえ、すごいな、一番最初に。1×4 じゃない。普通にそう、 1×4 だけで、多分コサインとかいらないですから。 B×B、 あ、そっ、 B×B。 はい、ということでですね、最終問題です。次が俺、次これ、じゃあ俺これ、これかな、じゃあ俺これかな。床と高さ H の天井で制限された空間での小球の運動を考える。小球が水平面と角度 θ をなす方向に速さ V で床から打ち出される。はい、最悪で、放物線を描いて水平距離 L だけ離れてに落下する。はいはいはい。で、重力加速度 G として、はい、床に落ちるまでの時間を表す。はい、なるほど。いきますよ。スンが G 分の U 分最小、で、ユウさんが V 分の G 分の V 単純とシータ、で、キムさんが G 分の V 最小だった。はい、デンガさんが G 分の EV 単純とシータ。正解はスン正解です。ありがとうございます。ここ、これがこっちの打ち上げの速度が0からまた戻ってくる。だから GT イコール V サインシータ解いて2倍したら OK です。そうです、それ。これですね。はい、ということでこれで全問題が終了したんですけど、何か言い残したことはありますか？え、死ぬ死ぬいいな。はい、サインシータ、シータが違うとシータと気にできるってことで、どうこしたってこと。へぇ、変換したんや。はいはいはい、配達で作りました。配達で、これ、投資できた、投資できた。え、5分の4分の3分の2ってことですか？これ6分の5。すごい、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 すごい。はい、試合終了。はい、皆さんお疲れ様でした。じゃあとりあえず、じゃあみんなの票数をじゃあお伝え。スンが5ポイント。おー、すごい。おお、結構取ってんな。4ポイント。ユさんが4。あ、1ポイント。2、1。はい、ということでですね、はいはい、結果出ました、はい、今までのあなたたちが取った票のプラ、はい、点にオッティポイントを加算した今回の、いや、マジ勝ちたい、センターカルタ選手権優勝は、デンガンさん。ええよ、ええよ。はい、デンガンさん、こんな嬉しいことはない。デンガンさんが16点。14点。すげえ。でもあとはユウさんが6点、ルントが3点、キムさん3点。だから電話したく最後の2点なかったら同点。だからこの会社数列とこの等式できたで逆転したっていう。はい、ということで今回センターカルタ作って遊んでみたんですけど、ビリー、あ、そうか、ビリーね。そう、あ、そう、罰ゲームか。はい、ということでですね、ビリーがですね、ルントーとキムさんが3対3でビリーなんですよね、これ。サドンデス、サドンデス行ってきます。サドンデス、サドンデス、オッケー、まあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、再開決めましょう。行きます。第4項が30、初項から8項までの輪が288きつである動作数列を AN とする。288、はい、はい、この数列の交差はいくらでしょう。はい、まあまあまあ、なるほど。はい、じゃあ言ってください。6です。2です。両者残念。おお、まだあります、まだあります、まだある。おお、あ、はい、はい、じゃあ答え発表しよう。8です。有利です。288÷4÷72でしょ。だから30引く72引く30、42だから
対をこう42ってことは10になる。はい、ということで最下位はルントーということで、まあ、この問題たちを理解してくださいすので。で、さ、で、クラに解説してください。はい、ということでですね、今回センターカルタやってみたんですけど、どうですかこれ、学校教育で使えそうですか。あのね、学校教育でやるとわからない子がすぐ勘に走りがちじゃん。あー、確かにそれは確かに勘精度をなくせないといけない。そうか、そうですね、それはちょっと今後の課題ですね。課題、まあ、もしよかったら、まあ、皆さんもね、仲間たちで作ってやってみても面白いのではないでしょうか。はい、ということで、またね、次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。少しありがとうございました。それでは、バイバーイ。バイバーイ。